こんにちは、こんばんは、めぐこです。本日は毛糸屋町田店様から提供していただきましたこちらの毛糸、ソックヤーンですね、ベラーナのパステルという糸を紹介させていただきます。よろしくお願いします。ベラーナパステルは、6色ありまして、これは、昨日ね夜ライブ配信で編み始めたものなんですけれども、これ以外にもあと5色ありますので全色紹介していきます。そしてねお得な情報がありますので最後まで見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ではねまずこちらの色から紹介していきます。こちらは色番号が1610番です。黄色、オレンジ、あと水色で、ナチュラルホワイトという感じでしょうかが、入っている色で編んでいくとこんな感じになるそうです。ねえかわいい。で私はねつま先から編み始めまして、今ねブルーが出てきたところです。ね、このブルーの点々の出方がまた可愛い感じで、ね、この先さらにね編み進んでいくのが楽しみです。あ、ごめんなさい、このね糸の色だけじゃなくてねまずね紹介しておきたいのがこれ 75% スーパーウォッシュのバージンウールで、すごいね結構肌触りがいいというか柔らかい感じになっています。編み心地もすごい編みやすいし触り心地もいいので編んでてストレスがないですね。すごくいいですいいです。はい。そして 25% ポリアミドで 100g で 420m あります。ね、普通のソックヤーン、ね、フォープライのソックヤーンですね。で、私は編み針も普通にいつも靴下編んでいる時の針で編んでいってますが、久しぶりに編んだにしては結構ちゃんと順調に編んでいけております、はい、ということでこちらの色番が1610番でした。はい、次の色紹介しますね。1611番です。薄めのオレンジ、グレイ、水色でナチュラルホワイトが入っているこちら、これまたねかわいい。ちょっとね私がライブ中にスマホでね見た時のここの毛糸屋さんのね並んでるこれの色が結構濃いめに映ってたんですけど、私が提供していただいたこちらの糸の色はこのお写真とかね毛糸屋さんの画像よりは薄めに見えておりますね。薄くてねナチュラルカラーだからね、ナチュラルカラーじゃない、ごめんなさい、パステルカラーだからね薄めで可愛らしい感じになってます。はい、これもね編んでみたいよね。そう、私ねこの色とこの色で実は悩んだんだよね、編むので、こっちにしたんだけどこっちも編んでみたいです。そして次の色1612番です。
ピンク、水色、紫でナチュラルホワイト、すごい可愛いねえ、これもまたね好きな色ですね。可愛いです。これね、ちっちゃい子にね編んであげるのも、女の子とかね可愛いかなって思います。いやー可愛いはい、では次の色、これかな、1613番。これもねまた私ピンクが好きなので、これもねちょっと悩むよね、編みたいよね。ピンク色です。ピンクピンクピンクですピンクピンクピンク、主にピンクです。はいあーかわいい。そして次が1614番。これはね、グリーンにブルーに、なんて言ったらいいんだろうね、これね、カフェオレとかミルクティーとかそんな感じの色になってます。はい、これはこんな感じです。このそう、このねブルーとかこの緑色とかこの茶色とか単品でもなかなか好きな色の感じなので、これまた編んでみるといいかもしれないね。いや、なんか全部編めたらね、時間があったら全部編めたらいいんだけどねはい、では次、これはまたピンクが、ピンク、紫、オレンジで、ピンクはすごい薄めのピンクですね。はい、色番が1615番です。あら可愛いいいね、どうでしょう。ということで全部で6色ね、1色ずつ出して紹介してみましたが、皆さん心ときめくお好きなカラーはございましたでしょうか。はい、ね、どれが好きですかこちら6色ね、セットでも6玉セットでも販売されていて、ケイト屋さん6玉セットで 8% オフだったかな、私が見た時は 8% オフで出ておりました。そしてですね、今回お得な、私の動画、私の昨日のライブ配信と今日今この喋っている動画を見てくださった方に限りまして、クーポンコードが出ております。じゃん、はい、クーポンコードこちらです。2023年の1月24日から1月26日木曜日23時59分までこちらのクーポンコードが使えますので、皆さんぜひ使ってお買い物してください。こちらのクーポンコードでは 5% 割引が適用されるそうです。そしてこのパステルだけじゃなくて、ケイト屋町田店さんのウェブショップの全部の商品で使えるクーポンコードになっております。使えるのはお一人様1回限りになっておりますので、一度のお買い物でこのクーポンコードを使ってください。で、もちろんね、大量に買ってくださってもいいし、もういろんなケイト売ってるので、もうこの26日の23時59分までね、いろいろ考えてねお買い物してくださるのもいいかと思います。ぜひぜひ使ってみてください。こちらのクーポンコードスクショしといてね、スクショしといてね。はい、ではレラーナのパステルの紹介でした。皆さん
ご視聴ありがとうございました。お買い物楽しんでください。私ね、まあ、あの引き続きライブ配信でこちらの方ね編んでいきたいと思いますので、よかったらねライブ配信にも遊びに来てください。それではまたね、バイバーイ。